えー、藤田博之です、えー。今日はですね、えー、カポレーから、えー、お届けをしたいと思います。なんかグリーンのことで、ね。はい。はい。えっと二段グリーンについてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、二段グリーンってどうしてもこうアマチュアにとっては難しいというか、うんうん、苦手意識があるんですけど、それを藤田プロはどうやって打たれているのかなっていうのをお聞きしたいです、うん私ねうん。私もそんな得意じゃないんですよね。まあしょっちゅうあるわけでもないし。 スリーパッドの確率は上がっちゃうんだけど、まあこういうイメージで打ってますっていうのを紹介しましょうかね。はい、はい、お願いします。はい。カプレゴルフクラブのですね、12番のショートホール。ここはですね、結構こう大きなね、あの二段グリーンになってます。はい、で、今日はティーグランド、ティング,グランドがこっち側で、に対して奥、上がってすぐのところに今日はピンが切ってあって、もうはっきりとした二段グリーンです。まあ今日はね、カップの位置が えー、グリーンの奥側、ね、上の段の上がってすぐのところに、えー、切ってありますでこういう場合ってあのー、多分おそらくほとんどの方はねこの手前の段からこうパターを打つことになると思うんだけど、まあ、この段差をどういうふうに、まあ、考えていくかっていうことなんですけど、まあ、段差ってこう2つにこう分かれてますよね。でここに斜めのところがあると。で私はねこの斜めのところをこう一直線にしちゃう。 おー一直線にそんなイメージ持ってますだからこう来てこう来てこうなるのをこういうイメージ上りのイメージ上りのイメージにしちゃう,う、ね、だからこう横からこう見てこの高さねボールとカップの高さっていうのが、まあ、平らがこうだとしたらこういうふうに見る平らがこうじゃないですかでカップがあカップちょっと上だなってちょっとこうやって見るんですに こう考まずこう掴んでくる、うん、でまあそこで距離感を掴んでイメージを出してそれから上りとなのでそうすると何がいいかというとイメージが一つだけですよねで平ら上り平らっていう3つをイメージ同時にするって結構難しいと思う。なので基本的にはですね私は平らにしてます。 あともう一つはね、これ登ってすぐなんだけど、もしすごく奥にあったときはアプローチの要領で、例えばあのヘッドカバー置きますかね、ここねこ。うこういうところにもしあった場合ね、だからここは長いじゃないですか、上の段が。で、アプローチの要領で2つに分けるんですよ、私はね。ここからどれぐらいの強さなんだろう。で、ここまで、 ここからこれぐらいの転がりを出すためにはあのボールをどれぐらいの強さでここに持ってくればいいのかなっていう2つそれをミックスするだからここまでバーンとこれぐらいの強さでくればスーッといくなっていうふうに考えるやり方が1つとあとはこの場合でも一直線にしちゃうだそれはもうあの時と場合によって変えちゃうっていう感じですなのでどちらにしてもこうイメージを出さなきゃいけないんだけど 複雑なんでイメージが出しにくいとだから例えばあの一番奥の方のものっていうのはターンと打ってグーッと上ってスーッといくっていう感じでしょでそれをもうちょっと斜めからもう一直線の平らな面だと思って打つのね今ちょっとイメージ出してでまあたい半径 1m ぐらいの円でねでずーっと上りだなーってあそこの高さの一直線の上りだなーと思ってこう 距離感をこう作っていくんですよでそうすると、まあ、まあまあ意外に合う、うん、意外に合うしあと一番多いのはもう段差が複雑なんであもっと打たなきゃとかあこれじゃ強いっていうこのそうすると距離が合わないからでイメージを一つとか二、まあ、つとかに少なくすればするほどこの手って動きやすいしイメージも作りやすくなるから。 だそういうことはちょっとね、私はね、お勧めしますね。なるほど。うん、まあ、下りも一緒ってことですよね。下りも一緒。うん,うん、うん。だから、まだこうやってね、上り上りの面だったらいいじゃないですか。だから、上り。上って、今度下る場合もあるじゃないですか。かそう、難しいよね。上って、下るってなった時に。どうすればいいのってなった時、私はもう面倒くさいから。はい。面倒くさいから、じゃあ、こう、ボールとあそこの高さ、あ、下ってるけど。 まあボ,ールの方ボールよりカップの方がちょっと高いな高いなって時は上りでで打つんですよトータルしたら上りじゃないですか、うん、だって向こうの方が高いんだから途中はどうかなこうなってるけど、うん、っていうもうシンプルに例えばこう向こうが下ってて場合によってはねあの段の上につけちゃってでこっちはこうなってるけど低いかもしれないそしたら下りで打ちます。 で、まあ、たい同じぐらいの高さだなってだったら、あ、もうこれは平らだなと思って打つ。うん、それは、うん、まあ、同じ高さで平らだった場合、うん、その距離、距離の考え方。実際の距離より、うん、これボコってあるから、うん、ちょっとこう、ちょっと遠目に考えない、うん。遠回りしてるみたいな。遠回りしてるみたいな、あだから、そこが遠回りの考えするから。多分難しくなるじゃないですか。難しいです。どうす直線で考えたら、もっとシンプルじゃないのっていう。うそ,うそう、そう。 そうやってやってるだから一生懸命ねこうイメージ出さなきゃいけないのよやっぱ作んなきゃいけないからそれをだから慣れるまではちょっと出にくいよねだから実際こうやってこうやってこうなってるのにこれ一面の板だから横ちょっと横になってああそこまで登ってんだなっていうあの高さまで登ってるんだなーってこうイメージを出すんですよこうねあそこまで登ってんだなって でイメージを出すそれが大事ですでそこでイメージ出したのをここでもうまあ意外に寄りやすいまあだからもうこういう二段グリーンとかをぴったり OK に寄せようっていうこと自体が難しいから、まあ、できるだけ確率の問題じゃないですかゴルフってね。だから確率よくカップにまあ近づける、まあ、1メー,ター半とかね2メー,ター以内には。 まあ我々はもう1メー,ター以内ぐらいにはつけたいけどまあそのロングパットにも難易度があるから、まあ、その難易度によってはっていうところねだから登って登っては簡単だけど登って平ら登って下りってなると難易度がこうだんだん高くなっていっちゃうあとはこう横が入ってくるとね、うん、横が入ってくるとこう横,横の切れ方っていうのはその強さと関係があるから。 こういうものに対して、強く打ったらビョンとこう登っていっちゃう。で弱いと傾斜に負けて、ぐんと手前に戻ってきちゃう。だから、まっすぐまでいいけど、横からになると、その縦距離感が。とラインの幅の読み方っていうのが、もっとシビアになる。って感じですよね。幅に関しては、やっぱりもう、それは、うん、強さに。強さと幅が比例するから。例えば、九フィートなら九フィートの幅になるし。十一フィートなら十一フィートの幅になる。 ってここととですよ、ね、まあそういういも、うん、覚えとかないといけないし覚えとくっとていうかまあ経験でだんだんもうなっていくんだけどま最初はその教科書的に覚えといた方がまあ、まあ、分かりやすいあそうなんだって覚えてた方がね、はい、それだって左足上がりからボールはつかまりますとかつ、はい、まあ、先上がりからフックしやすいですつま先からスライスしますみたいなもんだから <laughs>、はい、でも実際そのつま先上がりだから絶対フックするかとし,しなかったりするでしょ。はいはい 実際はまたちょっと変わってきちゃうけどゴルフってねだから数多くこうやっぱり経験しないとあのできてこないっていうだから二段グリーンなんかはもともとがそんなにたくさんもないし、うん、だからほとんどやっぱりスリーパットしちゃうんじゃないかなで特にもう構えた瞬間もう頭の中に距離感がないわけですよその一番の原因は自分じゃ読んだつもりが構えた瞬間えどうだったっけみたいな。 でも周りの人もいるしもう打たなきゃと思ってでその時に自分が強めのイメージしてたらインパクトが緩むわけであ弱いなと思ったらパーンってパンチが入っちゃうわけ大体の人もそんなそんな傾向なんで,でその逆もいく人いるよあ弱いなでパンチが入るかもしれないなっつって弱まる人もいるっていう、うん、だからそれを経験してってうまくなっていかなきゃいけないんだけど私の方法は こういうい123とかね123とかね123とかあるじゃないですかそれを全部もう1本で結んじゃいましょうボールとカップを結んじゃいましょうでそれは結ぶ的にはやっぱり横から見ないと結べないから縦からだと分かりにくい横から見て結んだらあカップの位置の方が高いねってじゃあもうトータル上りだねでこ,のこの傾斜で後は判断するこんだけだったらむちゃくちゃ打つうし。 こだだけだったら少しでいいし、でいい平らだったら2段グリでもこうあ高さ一緒だねってなれば平らのイメージで打てばいいしっていうまあまあやってみてね、うん、やってみていただいてなるほどなっていう思えばやっていただければいいしいやいやいや私はもうこの3面しっかりと距離感つかんで最後の最後の面までの距離感もつかみながら行きたいって方は是非それに挑戦してもらっていいと思うけどね。 まあ我々実際そう,そういうところの最後まであのやってるからねトーナメントでトーナメントでそこまでやらないとやっぱ繊細なグリーンだから無理だけどだけど私ももう面倒くさい時あるわけ面倒くさいというのはイメージが出ない時その時はそこで終わらしちゃう、うん、で次のパットを頑張る、うん、次のパットを頑張るで次のパットを頑張るためにできれば次のパットは 1m 範囲内に収めたいっていう感じうん。 だから長いロングパットもそうだけど2段グリーンだったらその一発で OK につけようっていうとすごく自分にプレッシャーかかるからあのこのパットと次のパットと共同作業で2パットで収めようっていうそういう組み立てをした方うがいいね。